フランク・マリナと WAC コーポーラル5号機。フランク・マリナは、アメリカ合衆国出身の航空技師、画家。芸術分野と科学技術分野、ロケット分野の先駆者であった。ジェット推進研究所二代目のディレクターであり、エアロジェット社創立メンバーの一人でもある。テキサス州ブレンハムで、チェコスロバキア、ボヘミア出身の音楽家の父、フランク・マリナと、母キャロライン・マレックの間に生まれ。 フランスのブローニュイコールビアンクールで没した。マリナの正規の教育は1934年にテキサス A&M 大学からの機械工学の学位から始まった。1935年にカリフォルニア工科大学の大学院生であった頃、マリナはロケット工学とロケット推進装置の研究を追求するのを許可するようセオドア・フォンカルマン、航空学教授を解き伏せた。 形式上の目標は気象観測用ロケットの開発であった。ロケットモーターの設計を試験するとき、マリナとジャック・パーソンズを含む5人の仲間はたびたび危険な実験で爆発事故を起こしたため、スーサイド・スクワットとあだなされ、カリフォルニア工科大でも有名だった。マリナのグループは1936年10月31日に、 サンガブリエル山脈の懐にあるあるヨセコで初めてロケットモーターの実験を実施した。実験は4回行われたが最後の4回目に誤って燃料側でなく酸素側に点火してしまったところロケットモーターは激しく燃焼しこれが JPL 史上初のロケットモーターとなった。フォン・カルマンは彼らのために CIT のキャンパス内に実験スペースを確保したが ロケットモーターが燃焼するときの騒音と爆発する危険性があることからキャンパス内での実験を禁止され、彼らは実験地を再び遠方のアロヨセコに戻すことを余儀なくされた。マリナが運営していたこのサイトと研究は後の1944年にジェット推進研究所となり、マリナは JPL の2代目のディレクターを務めた。なお JPL では 初代ディレクターはフォン・カルマンとしているが、その時はまだ JPL という名前ではなかったため、しばしばフランク・マリナが初代とされることがある。ロバート・ゴダードのロケットは推進剤に液体酸素を用いていたが、取り扱いと貯蔵が難しかったため、マリナの研究グループはより実用的で取り扱いが容易で、信頼性の高い硝酸とアニリンの組み合わせを発見した。 この組み合わせは、以後のアメリカのロケットで広く用いられた。船とアニリンの組み合わせは、添加装置がなくても、自発的に発火したが、信頼性が高く、貯蔵も、容易だった。また、マリナは、硝酸とヒドラジンの推進剤の組み合わせも発見し、特許を得ている。フランク・マリナが描いた、ロケットモーターの実験機材の図面上図の実験の、合間に休憩している、ロケットボーイズ、 左からルドルフ・スコット、アポロ・ミルトン・ウォーリン・スミス、フランク・マリナ、エド・ホーマン、ジャック・パーソンズ。1942年に、ジャト・ユニットを製造、販売するために、フォン・カルマン、マリナと3人の学生は、エアロジェット社を創立した。1943年のイギリスの V にロケットに関する情報から得られた情報に後押しされ、1944年夏にマリナらは、 プライベート A ロケットを開発した。プライベート A は固定された安定翼を持ち、先に開発したジャトユニットをブースターとして、レール型発射機から発射されるものだった。1 6トルの飛距離を記録し、おおむね成功に終わった。引き続きプライベート F を作成し、飛距離とペイロードを増すために、プライベート A よりも大きな翼を取り付けたが、かえって安定性を失う結果になり、 プライベート F は成功にはほど遠かった。1945年後半までにマリナのロケットはアロヨセコの施設では扱いきれないほど大きくなったため、ロケットの試験はニューメキシコ州のホワイトサンズミサイル実験場へ移転した。このプロジェクトの WAC コーポラル気象観測用ロケットは50ミの高度を突破するためのアメリカ発のロケットであり、 宇宙に到達した最初の気象観測用ロケットになった。この頃、アメリカでは高度8 0トル以上を宇宙と定義していたためその高度を基準としているが、現在では国際的な定義として1 0 0トルから上空を宇宙と定めている。1947年の間にロケット研究は急速に進んだが、マリナは頻繁な出張と管理者としてのスケジュールに、 暴殺され、ロケット工学研究が科学の発展にでなく、兵器システムばかりに捧げられていることに対する嫌悪も、彼自身のキャリアを考え直させるきっかけになり、エアロジェットを去ることを決断させた。同年、ジュリアン・ハクスリーの下で、国際連合教育科学文化機関の初期官として、できたばかりの国連に加わった。1951年に、 マリナはユネスコの科学研究部門長となったが、その2年後にマリナはキネティックアートに対する関心を追い続けるためにユネスコを去った。1967年にマリナはアーティストが彼ら自身の活動について書いた記事と科学を伴う現代美術と新技術の間の相互作用に焦点を当てることを特徴とした国際同人論評研究士である。 レオナルド・ジャーナルを創刊した。レオナルド・ジャーナルは、マリナの死後に設立された、芸術と科学と技術の関係を深めることを専門とする組織である、レオナルド・芸術と科学と技術の国際協会のプロジェクトとして、2006年現在も出版されている。レオナルド・ジャーナルは当初、イギリスのペルガモンプレスで1993年まで出版され、フランク・マリナは、 フランス、パリ近郊のブローニュイコールビアンクールで1981年に死去した。彼の妻マージョリー・ダックワース・マリナも2006年に死去している。彼らの息子である天文学者のロジャー・マリナとアラン・マリナは、それぞれフランスとポルトガルに在住して活動している。チャン・アイリス、スレッド・オブ・ザ・シルク・ワーム、ニューヨーク・ベイシック・バークス。 p p 1、PP、9 1 7 i s b n 9 7 8 0 4 6 5 0 8 7 1 6 7ファーストロケットテスト .jpl ヒストリー・ジェットプリプルションラボラトリー2007年10月19日、閲覧。ウォータイム。jpl ヒストリー・ジェットプリプルションラボラトリー2007年10月19日、閲覧。ロケットボーイズ。jpl ヒストリー ジェットプリプルションラボラトリー2007年10月19日閲覧フランク・マリーナ・タイムラインレオナルド・オン・ライン・イザスト2007年10月18日閲覧 A.B. ブルース・ジョン・マリーナ・フランク・ヨゼフアメリカン・ナショナル・バイオグラフィー2007年10月19日閲覧ありがとうございます